今回は伊万里駅の MR 側の駅ビル内にある観光案内所と観光協会の店舗をご紹介します。おお、焼き物や伊万里のお菓子などいろいろな商品が置いてあるんですね。ご紹介いただく観光協会の古川さんと久保田さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私初めてこちらに伺いましたが、どんな商品が置いてあるかなどご紹介をお願いします。当協会は現在約220の会員数がおりまして、でその中から約50社の商品をここで販売しています。でその他観光案内バスの発券業務なども行っております。駅というロケーションのため地元の方のご利用も多いです。最近ではコロナ禍で、なかなか帰ってこれないご親戚の方に、伊万里の物産を詰め合わせて送る方もいらっしゃいます。それでは早速店内詳しく見ていきましょう。こちらは伊万里焼のコーナーです。いろんな伊万里焼物がずらりと並んでいますが、中でもお客さんには小物が人気だということです。こちらパタマンさんの箸置きですが、クローバーの丸い形、可愛らしいコロンとした箸置きや花形の箸置きなんかもあるんですね。こちらは小伊万里のマグネット、600円とリーズナブルながら小伊万里の伝統的な絵柄が施されていて、こちらもお土産に人気な理由が分かりますね。可愛らしいです。続いてはこちらのお菓子コーナーです。観光客の皆さんにはやはり一番人気のコーナーだそうですよ。エトワール堀江さんや上月堂さん、伊万里トラピストさん、そして栄菓子舗さんなど、伊万里の人気の美味しいお菓子が一堂に集まっています。また観光協会ではお米の種類も豊富です。 JA の伊万里さんの宮間米やフェルマキスのもち麦のほか、こちら中でもですね、河内野産夢しずく大人気だそうです。これを食べると他のものが食べられないというほどお米の粒立ちがよく、リピーターが多い商品だそうですよ。また慣れ親しんだふるさとの味、三岡醤油さんの商品や二十歳の波浦の塩は市外からのリピーターも多いそうです。またこちらの伊万里グリーンファームの商品、香りネギスパイスですが、調味料として万能なスパイスが効いたものなので、普段の日常の食卓に使いやすく人気だということです。こちらは松尾畜産の商品になります。伊万里牛黒カレーのレトルト商品ですね。写真見ると真っ黒で伊万里牛がゴロッゴロッと入っていますけれど、こんな真っ黒でちょっと食べたことがないのでわからないんですけども、どんな味がするんでしょうかね。伊万里さんのもつ鍋スープ、牛骨のエキス入りということで珍しいですね。これから寒い季節にぴったりですね。また観光協会さんでは新鮮なお野菜も日替わりで置いてあるそうです。今回はナスビが置いてありますが、先日は伊万里梨も置いてあったそうです。何の商品が置いてあるかは来てからのお楽しみですね。最後に店内の奥にあるお酒のコーナーをご紹介していきましょう。こちら松浦一酒造さんですね。おお、こちら全国のお酒のコンテストで金賞を受賞された商品も並んでいます。そしてお隣が小伊万里酒造さんですね。こちらはカップに入ったお酒、カップ酒飲まんねーという商品並んでますね。お酒を飲んだ後もこの美しいカップでお酒を楽しめるということで、お土産にも人気なのではないでしょうか。さらにお酒の隣にはですね、小伊万里ロマンのおつまみのコーナーもあります。ずらりといろんな種類が並んでいるので、どれを買おうか迷うぐらいいろいろ置いてますね。お酒のお供に、おつまみも合わせて一緒に遠方のご親族や友人の方にお届けされてはいかがでしょうか。
現在東京会ではマル得プレミアム観光クーポン券を発行しています。これは伊万里市街にお住まいの方が対象の宿泊施設にこの観光クーポン券付きプランでご宿泊されると、なんと総額7000円ものクーポンを使ってお得に伊万里を観光していただけるというものです。詳しくは伊万里市観光協会のホームページをご覧ください。 GoTo トラベルキャンペーンとの併用も可能です。ぜひ市外にお住まいのご親戚やご友人の方にご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。市民の皆様もどうぞお気軽にお越しください。お待ちしてます。